さて、英傑対戦後付け実況プレイやっていきますか。今回は地声実況です。その理由なんですけど、まあ、ボイロ使ってたら試合中に話しきれないなってぐらいいろいろ話したいことあって、まあ察しのいい方は分かってるかもしれませんけど、例の話題のコラボの件ですね。先にまあ結論から言うと、新規へのアピールを評価するために世界観の崩壊にまあ目をつむることにしましたですかね。今までのコラボって歴史系だったから、まあいいじゃんって思うこと多かったんですけど、今回ってまあそうじゃないから、作品の世界観に浸って楽しみたい感じだと、まあ抵抗出ちゃうのは仕方ないかなってまあ思うところもあって、で三国志や戦国の頃のコラボカードって一応まあ武将の名義使ってたんで、まあ、この武将をモチーフにした何かだしみたいな、そういう免罪符があって成り立ってたじゃないですか。で今回ってまあそのまんま作品のキャラ名は通り部ふわしいっていうわけでもアンチというわけでもないんですけど、現代のヤンキーたちがこの作品の武将たちより武力高い設定なんかっていうのは正直思うとこはありますね。はい、だからまあなんかやだなって思っちゃうのはわかるし、まあ僕も正直まあそれに関してはちょっとうーんって思うところってまあありはするんですよ。ただアーケードゲームってゲーセン文化、ほらこのコロナ禍だったり PC ゲームの高水準化とかで、このまんまだったらちょっとまあぶっちゃけ廃れてく方向に向いちゃうと思うんで、新規客層絶対取り入れないと長続きしないとは思うんですよ。でその新規層を取り入れるための試みだと思うんで、特にまあ対戦シリーズってまあもう歴史も長いし、まあ作品の傾向的にもまあぶっちゃけオジのゲームじゃないですか。こう一部の太客で回ってるような、だからもうなおのこと新規欲しいわけですよ。だからね、ほら若い層に受けてる要素追加しようぜっていうのは、その心意気、もうその挑戦っていうのはすごいいいことだなって思うんですよ。だからはい、その挑戦を評価して、まあ、世界観壊れるって思いをぐっとこらえて許容しようと思いました。まあね、僕も今まで散々新規層ライト層優しくしろって言ってきましたし、以前にもスターターに槍と1枚馬1枚ずつ入れるようにしてほしいなとか、使いたい奥義手に入るハードル緩和してほしいなとか結構言ってきましたしね。もうその新規へのアピール、これ大事っていうのはもうすごい感じてて、僕もまあセガの運営側のその気持ちは伝わるんでね、ぐっとこらえることにしました。ほらもう今の対戦プレイヤーってもうほとんどオジじゃないですか。だからまあ分かってくれると思うんですけど、職場とかで後輩できて仕事を教えてあげたりして、それで嬉しそうにしてくれて、でそれで後輩が仕事できるようになってきた時ってめちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。もうそれをこの対戦シリーズっていうさ、好きなゲームでもうその新規に優しくして、その感覚味わえたら最高でしょって思うんですよ。だからまあこのコラボをきっかけに、今まで客層じゃなかった若い新規プレイヤーっていうのが少しでも来てくれるならそれでいいんじゃないかなって、そういう話ですね。であとはまあこれで一つだけこのことで思うのが、まあツイッターとかでよく言われてるコラボを嫌ならすらなきゃいいじゃんみたいな意見ってあると思うんですけど、そういうのに関してまあ僕が思うのって、コラボが嫌なんじゃなくて、こう武将じゃないキャラが出てきて、そいつらがこう自分のめちゃくちゃ好きな武将たちよりもうすごい大好きな武将より実は現代の不良たちの方が強いですみたいなの言われたら、まあこれは嫌な人は嫌だなって思うのも仕方ないかなとは思うんですよ。まあだけどこうね、
まあ、どう言えばいいんですかね、もう本当にもう対戦シリーズの人口に貢献できるならもう本当にもうそれでいいよ、そういう思いで僕は今回思ったんで、まあそのことをこうちょっと動画で話したいなと思って、自己実況にしたっていう感じですね。で、さてもう話したいこと話したんで、試合の方にどうでしょう、実況してきますかね。まあ今めちゃくちゃボコられてるんですけど、こうねフルコンして相手式750で対応してきて、ここ下がるかなと思って前踏み込んだら、まあ剣心の武力18で突っ込んでこられて長井死んじゃって、まあこれもうめちゃくちゃ負けくせえなっていうパターンなんですけど、ここからってもう極力なるべく相手に突撃されないようにして、し相手の流派さんを貯められたらきつそうだなって思うんで、流派さん貯められないようにしてって感じですかね。こう慎重に行きつつ、なるべく突撃もらわないように、かつこう相手が剣心回復してる間に、まあ剣心の号令打たれないように、ここでまあ福岡とこれですね。まあね、これもうめちゃくちゃ情報修正入って、武力マイナス4がマイナス10になって、まあ当然初日に動画にしたかったんでね、今日の動画のまあ内容って感じなんですけど、まあこのカードまあめちゃくちゃ情報修正入るのはまあ納得ですよね。この計略も以前まああんまりにはちょっと弱かったんで、こうテキストに書いてある城から出すみたいなのってこう即ね、こうなんていうの、あの宿地計略みたいな感じでポンって出てくるんかと思いきや、時間経って出てくるみたいな感じで、え微妙じゃねみたいな。しかもそれを持ってるのがこう1コスト武力1で特技も技巧のみでみたいな、まあ相当使用率出てなかったんだろうなって印象ですかね。ただそういうカードにこのでっかい情報修正が入ったことで、こうね今までとは武力1を背負ってでも採用したいぐらいの計略になったんじゃないかなって思いますね。式3で武力マイナス10、もうこれだけでやばいでしょって感じなんで、うまくいけばまあこんな感じで相手のエースアタッカーに対して式3で無力化できるよみたいな、いい計略になったんじゃないかなって思います。というわけでまあ以上1戦目ですね。まあこれランカー戦だったんで勝てていっぱい、まあねゲージもらえて嬉しいなって、そんな感じの1試合目でしたね。で2試合目ですね。2試合目は、こっちのデッキはまあオーバー、今回情報修正で武力上昇値が1上がったカードとで、下方修正の入った、毛利義勝大手柄の、2枚の2つの計略を使ってきた試合ですね。まあこのオーバー武力上昇値が1上がったことでもうねだいぶ見える世界変わったんじゃないかなって思います。今まではまあ武力差ゆえにもう回復量すごいんですけど、武力差ゆえにちょっとやられるみたいな機会もちょくちょくあったカードなんですけど、その武力差を取られにくくなればまあ回復量をより活かしやすいし、で当然このデッキ、まあ、このカード採用するとなるとこの計略を打つデッキになるんで、まあ、7枚デッキとかだと1試合にどうですかね、2試合から3試合ぐらい計略使うような感じになるんで、まあその多用する計略なんで武力上昇値1の差はめちゃくちゃでかいかなって思います。それなんでまあ今後かなり使っていくデッキになりそうかなって印象ですかね。ただまあこのカード使うってなると
まあ、相手が5枚デッキだった時にお互いに舞台が揃っている状態で、追加効果が発生するのが2舞台差からなんで、まあ、5枚デッキ相手想定するならこっちはまあ7枚枚数欲しいところなんですよね。で7枚デッキってなってくると、まあ、鉄砲超絶だったり加速騎馬だったりだったら、まあ、まだしもこのカードの場合はどうしてもちょっとまあ速度上昇だったりがないんで、相性とかの面で不利を被るデッキには結構厳しい展開になりがちなんで、まあデッキで相手のデッキごとの対策だったりとかをしっかり練習して練っておく必要があるかなって思いますね。まあ、具体的に言うとやっぱりそのわらデッキが苦手とするようなカード、まあ相手のまあ、撃破すると何々みたいなタイプのカードとかはめっぽきついかなって感じですね。まあ、相手のデッキにいる孫作なんかもその感じの一つで、だからこっちはあのラインを上げるときとかってこう舞台をバーって並べて敵上に張っついちゃうと、もうみんな孫作の餌になっちゃってもう試合終了みたいになっちゃうんで、相手に孫作打たれたときに下がれるような一応他の部隊が取っておく必要があるって感じですかね。で、ここで、7枚揃った時点で、大場を使っていくんですけど、これで、7対4で、枚数差が3枚なんで武力が7上がって武力15になるって感じですね。効果時間も結構長めで式4としてはかなりいい計略なんじゃないかなって思います。でその式4がゆえにあの1コストのノーマルの近藤長次郎と相性が良くて、1箇所守るだけならもう本当にこのカードめちゃくちゃ強いなって感じですね。こう1箇所大場のいるところは大場が守って、他のところはこう他の6枚の回転率で守るみたいな、まあ、5系とかは結構端投げするんで他の5枚とかになりがちですかね。そんな感じで舞台差を生かしていくカードになるかなって感じですね。で、ここは7対2なんで、武力17になります。こんな感じですね。もうあの兵力からでももうガンガン戦えるんで、もうこれももう信長の鉄砲避けなくても大丈夫って感じですね。こいつの回復だともう本当に回復量すごいカードなんですよこれ。でここでまあ孫作打たれることをケアしてちょっと引き気味に行って、でここ内乱取りたいけどどうかなって感じ。ただもう大場が落ちるときついんで、まあそこは仕方なく内乱諦める感じになりそうかな。取りちょっとこの内乱取りに行って取れないみたいなのって本当は良くないんですけど、まあまあまあ。で相手はここ4枚で、天下風。ただここは防作が残ってるんで、千代や関東の横弓は機能させやすそうって感じですかね。で相手がこうこっちから見て右側を使ってきたんで5系を端投げして、で7枚石、まあ、打つ計略打つ瞬間だけ7部隊いればいいみたいな、そんな感じなんでこう出してすぐ大波打って、ただやっぱりちょっとこの辺、まあ、枚数多いのもあって出すところ甘かったかなって感じですね。撤退するところで出しちゃったんで、奥義もちょっと発動がこれもう出たね、この場面なら出た瞬間打つが正解だったかなって思います。ただ、大場の武力がこれで、21になってるんで、まあこんな感じに、まあ普通に戦って落ちることないでしょうってぐらいですね。で四季さんとほぼ同時に最後に斬撃だけ打ったタイミングで、近藤長次郎これでまあこんな感じの武力になるって感じですかね。で秀吉と突撃ぶつき合って、武力差で飛ばして、で信長に突撃入れて追っかけて勝ちって感じですかね。まあ、こんな感じでこう今
回情報修正されたカードの中で気になってた、まあ、一部のカードたちを福岡とか大場とかその辺とで、まあ、今回は加工されてもまだ大手柄強えよっていうそんな感じの内容の、動画になりました。では、ここまで見ていただいてありがとうございました。今回の動画が受け良かったらまた、地声実況もやっていこうかなと思います。それではありがとうございました。